こんにちは、オンリーです。今回の企画なんですけれども、ネザーから始まるエンドル討伐ということで、今からね、何も持たずにネザーに入って、まあ、ネザーからの脱出して、まあ、エンドル倒すところまで頑張っていきたいと思います。とりあえず押します。ポチッ。はい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 。もうなんかワールドの準備とかね、こんな感じ。オープニングとか、ちょっと、凝ろうと思って。はい。よかったらサムネに使ってください。いや、見せ場こんぐらいしかないんだよな。今日は本当に、ネザーに入ります。で、もしかしたら、クリアできないかもしれない。オンクラ。で、もちろんこのゲートも壊します。ひひひ。はい。何もない状態から始めたいと思います。まあ、いいんだけど、まあ、とりあえずルールとして、死んだら、帰ってこれません。もちろん。オーバーワールドにスポーンしたので、歩いていけるところに、赤森か青森がないと、積みっていう。あ、赤森は見えるけど、あれ歩いていけんのかな、あれ。いけんのかな、これ。デルタから始まったから、ブラックストーンからイシツールは作れると思います。けど、よし、とりあえずなんとかなりそう。よかったー。帰る方法としてなんだけど、黒曜石をどっちにしろ手に入れないといけないわけで、黒曜石はまあどう頑張っても汎用祭のチェストに入ってるものを探すか、要塞のチェストのに入ってるものを探すか、あとビグリン攻撃で黒曜石を手に入れて、まあ、ファイヤーチャージももらってで帰るしかないっていう。とりあえずツールを作りたいので、あ、大丈夫か、とりあえずこれだけでいいんだ。はい、足技ブロックも確保できた。さあ、一旦、帰ります。さっきの場所まで。ご飯もね、ちょっと、確保できないとまでは言わないけど、赤森にいるホグリンをやるしかないので、あんまりダメージが食らわないように立ち回って、あ、一応キノコシチューも作れる分のキノコ持って、で、ブラックストーンで、ブラックストーン。ブラックストーンが欲しい。あった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 。これ取れるよね。当たりました。よかったよかった。あ、よかった。よし、これ、とりあえずツールができます。で、ちょっと金掘って、盾が欲しいので、鉄くずをもらいに行こう、ピグリン。こんなに、序盤、すんなり、食料もツールも手に入ると思ってなかった。もっと、なんか、ホグリンに追われて、やるつもりだったんだけど、意外とあっさりできてしまった。そして、まあ、多分ね、汎用祭を見つけない限り、オーバーワールドには帰れないので、ちょっと頑張ります。まあ、要塞が見つかるかどうかもわからないけどね。極力オーバーワールドに帰ってもアイテムをゲットしたりはしないようにしたいから、汎用祭で大量の糸をもらって羊毛からベッドを作りたい。羊毛を見つけた。え、羊毛あっちゃった。ピグリン一体も見てないな。羊毛あるじゃん。え、なんでこういうさ、企画した時ってさ、こんなあるんだろう。いや、ちょっと待って、やっぱピグリンと攻撃してから来るべきだ。ピグリンいないんだけど。え、待って、これ、ピグリいないモードもしかして。一体もピグリが見えない。あ、いた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 。火装備した方がいいかな。なんかみんな武装しとんな。火装備しまーす。よし。とりあえず、帰りの黒曜石と、もちろんエンドラ討伐に必要な、パールをもらっていきたいな。とりあえず14個やっとくか。あ、いったいった。よいしょ。お、早速黒曜石来た。まあ、こんな感じで。あ、大丈夫。あ、そうそうそう。ファイアチャージも、帰りのネザーゲートをつけるのにいる。いつもなら持ち入れられないけど。あ、パールも来た。早っ。待って、こんな、サクッと終わる企画じゃないと思ってたんだけど。よいしょ。あ、ファイアチャージ。おー、耐火のポーション。これもとりあえずブレイズ借りに行けるな。ちょっと、強いて言えば、鉄くずが欲しいかな。鉄くずで、ちょっと斧が作りたいな。あ、もう落ちた。早い。いやー、意外と簡単に落ちちゃうかも。この企画も。最近ね、縛りエンドラーっていう題材でいろんなことしてるけど、意外とサクッと終わっちゃうんだよね。収録時間も1時間前後で。なんかね、こんな感じの縛りでエンドラ討伐してくださいとかありましたら、ぜひぜひコメントにください。やります。
いやー、ちょっと、企画の時だけ、いいシード値で、パールすぐくれて、なんでいつも修行中は、いいものくれないんだろう。この現象に名前をつけたい。うん。川だ。川めっちゃ増えたな。うん。おー、パールかと思った。違った。いつものハワイアチャージね。ハワイアチャージこんな感じで、消しちゃうけど、取っておきます。あ、パールくれた、ジロニ。おい。これ普通にやりたかったわ。普通にやりたかったー。対価 P があるから、直で、どこなるかな。スポナー、スポナー。スポナーでブレイズ買っておう。いやもう肝心なのは、あれだけだな、あとは。帰りのネザーゲートが作れるかどうかだな。いやー、ウィザースキーちょっと、だるいかも。おぉ、アドモツだ。アドモつけちゃおう。いいよ。いやーいらんときに頭落ちるよなよ。いやーぬるゲーですわ。ぬるいな難易度が。もっとやべえなりてえよ。よいしょ。だんだんとたくさん湧くようになってきた。落とさないけど。あ、落とした落とした。よし。もういいや。一旦。どうしようかな。廃要塞を探しに行く。意外と、もうパールも集まっちゃってるんだな、これ。はい。もうここ押したら、はい。もう一応、地下要塞には行けるようになっちゃってるっていう。もうあと、耐久じゃん。ピグリンから黒曜石が出れば、帰れちゃうっていう。意外とあっさり終わっちゃったなぁ。まだ終わってないけど。あ、ちょい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 。いやぁ、廃要塞探す。廃要塞見つけても、ちょっと金がないから、結局ダイヤモンドブロック、違う。金ブロック取れないし、やばいやばい、ちょいちょいちょい。あ、ちょいちょい、マジ。M がいい、M が。危ない危ない。危ない。焦るわ、あいつ。やめて。あ、黒曜石1個増えた。え、もうひたすら、頑張るしかないな、攻撃を。鉄くずをくれたら、ちょっと、金ブロックを取りにね、行ってもいいかもしれないんだけど。これどうしようかな。ちょっと汎用さえ探してみるか。廃要塞探して、意外とチェストにもね、入ってるかもしれない。もうなんか、何もないから、赤森歩いてるけど、特に何もないな。これ廃要塞じゃん。廃要塞、廃要塞。あ、チェスト見える。チェストの中に黒曜石が入ってたら、もう帰れる。もう帰れる。もう帰れちゃうけどどうしようかな。へへへへ。廃要塞のチェストね。結構、金ブロックだったり、鉄ブロックまで入ってることが多いから、思って。大丈夫かな？怒られない？言います。あ、鉄は、鉄か。ああ、鉄か。そんないらんな。お、ある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 。どうやってチェスト開けようのこれ。怖いなぁ。サクッとやられそうで怖いなぁ。ん？こっちは？なんかある？何もないな。ちょっと閉じ込めるか、ここ。え、逃げ道だけちゃんと確保しておいて。ここすーごいなぁ。いっぱいいすぎじゃない？なんかあるの逆に。特にって感じか。あれ、パッと開けていいかな？オッケーオッケーオッケー。よし。しかもバレてないっぽいわ。お、バレてない。怒ってないもん。よかった。おー、いっぱいいるなぁ。ここに入ってもらうか、みんな。いえ。いけ、みんな。いけ、みんな。入れ。入れ、みんな入れ。みんな入れ。入らない？入って。よいよいよい。あ、多すぎて。
いらないものを、いや、パールもこんなにいらないって、本当に。ソウルスピード、グローストーン。黒曜石、あ、黒曜石9個。お、金ブロックあるじゃん。よし。待て待て待て。これで黒曜石をくれたら、帰れる。待てね、待てね、待てね。はい。間違えた。はい。ぐぐぐ。よし。ぐぐ。そう、みんな、ちょうだい。黒曜石。多分くれてないな。黒曜石欲しいんだって。いやー、あと1個なのに、黒曜石。この辺の足場が、すごい悪いけど。なんかけん。いいじゃん。いいじゃんっていうか。さっきのとこ帰ろう。みんな頼むよ。ほい。みんな頼むよ。黒曜石。おー、集まりました。帰れます。帰れるけど、これ。おー。すごい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 。帰りましょう。これ作っちゃっていいか。はい。あー、ちょちょちょ。1、2、3。で、ファイヤーチャージいきます。とりあえず、ネザーから脱出できました。どこに出るの？オンクラ。どこー？で、ベッドが、5個かな？ 5 個できました。寝れる？寝れた。オッケー。ここからどうしようね。普通に投げて、要塞見つけるだけだけど、極力ね、オーバーワールドのものは、取らない感じで、いきます。ポン。こっち。あ、羊もいる。ベッドあと1個欲しいな。今もなんか、オーバーワールドのものを足らないって言ったばっかだけど。あれ。羊毛が、羊毛4個足りてるわ。いや、はい。失礼しました。続きます。とりあえず、要塞見つける。いや、この辺だといいなぁ。あ、全然こっちだな。わかんないなぁ。あ！やばい。次割れたら終わりなのに。やばいじゃん、これ。え、ちょっと、緊張感が走りますね。次割れたらもう、ワンチャン、クリア不可能すらあるっていう。この辺投げとくか。はい。いやー、全然無効だ。割れないでお願い。残り11個です。いや、ずっと値段にいたやん。もっと買ってくればよかった。やばいな、これ。なんか、いつもと変わらねえ、ちょろいとか言っとったけど、ここに来て大ピンチなんだが。どうしよう。投げていいかな。本当に怖いんだけど。だって、出たところからもう2600マスぐらい ?2000 マス近く歩いてるのに。ないんだもん。この間割れないでお願い。おー、よかったね。よし。とりあえず、もうこっち方面に、ひたすら、パールを投げて、ブロックを置いて、ちょっとこっから投げて多分、最後特定できるはず。いきます。多分今、牛がいるあたりだな。割れるな。危ない。水バケツないんですよ。水バケツがないんです。もうなんか、ちまちまおります。牛がいるあたり。多分この辺だ。一旦、掘ってみます。あ、なんか洞窟音も聞こえてこないな。あ、来た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 。よし。来た。来たけど、果たしてポータルを見つけたとき、いくつハマってるかによります。万が一ハマってなかったら、やばいです。一個以上ハマってろ、絶対。絶対ハマっててほしい、これは。やばい。なんか変な地形だな。あ、来た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 。一個待ってる。よし。あ、ぶねー。焦ったー。よかった、マジで。とりあえず、クリアできそうです。オンクラ。じゃあちょっと、真ん中にセッティングだけして、
だらと合わせて終わりますかね。さあ、準備完了。これで来い。お、来た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 。ん？これまずいか？まずいかもしかして。あ、クリアできたー。オッケー。あー、ありがとうございます。よし。入るまでがエンドルトーバーです。オッケー。よし。これどこ出るんだ？あ、ここに出たのか。ちょっと待って。初期スポーンツに帰りたい。イカシの。よーん。よし。オッケー。あ、帰れた帰れた。あれ？村あったんだ、あのとこに。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。意外といつもとやってること変わらなかった感じはする。ネザーから始まるエンドラ討伐終了です。まあ、またね、こういう縛りエンドラ企画、どんどんやっていこうと思います。もしやってほしいものあったら、ぜひコメントください。ということで、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。19時半から毎日配信中。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。